ここではなくて、ここに回転軸を持ってってしまうっていうことですね。手の中間に。こういう動きではなくて、こういう動きにしちゃいましょう。というのが、向こうのストロークです。縦をこうではなく、簡単にこうコンパクトにしてしまおうという動きです。で、大事なのはここを起点にして、こうとかこうではなく、こういう動きですね。ここが起点になります。肘がなくて、ここ。これをこう。こういう動きになります。自分に近いところで離す。手もそんな伸びたりしないですね。近くで。で、これを簡単にやろうとすると、非常に何をやっていいか分かんない。なんかこうなっちゃうんで、一つキーワードがあります。大事なキーワード。そのキーワードはですね、肘を引く。肘を引きます。まさかの引くんです。出すんじゃなくて引く。これを引くことによって前に出す。引くことによって前に出す。これが、肩抜きというもんですね。縦をずらさないために簡単にするんですね。こういう大きな移動距離ではなくて、これを引いて倒す。もうちょいこっち。引いて、これを引くことで縦を簡単にしてしまおうと。パン、パン、パンっていう。こうではなくて、こうですね。で、引くっていう業者入ると、どこにも力が入りにくくなります。これだけ大きい動きで入れようとすると、多分こう持ってこれ引っ張ると分かるんですけど、いろんなところに力が入ります。手だったり肩だったり、こういうこれを前に出そうっていうスローだと、力が入るんですね。いろんなところに、こことかここだ、肘だ、この辺に。ところがこれを引くだけならパーンと倒れるんですよ、手って。不思議なもんで、引くっていう動作は非常に簡単なので、これを前に出そう、ここね、ここを前に出そうとするよりも、これを引いちゃえば簡単に前が出ます。その結果、これをポーンっていくと前に手が飛び出るんで、マイケル・バンガーウェンのようなボヨヨンみたいな、あれをもう手を伸ばしてるんじゃなくて、肘を引いてます。肘を引いてる。肘を引くことで前に出す。これが肩、肘を引きます。引くことによって前に出す。それが肩抜きです。そう思って、PDC の人たちの動画もね、たくさん見てください。これをこうあるものを、これを前に出そうとするんじゃなくて、これを引く、肩に向かって引く。そうすると倒れる。これで向こうの人たちは投げてます。以上です。はい、OK です。で、肩抜きってものをと意識するというか、イメージ付けするための練習でいいのは、これヒグヒグがよくやってるんですけど、まあ大体このぐらいの距離ですね。投げたら当たるような距離で、肩抜きをこうすると当たらないので、こっちにしちゃう。これ普通にあるとこで投げると当たっちゃうんだけど、当たる、投げたら当たる距離で、これで肩を抜く。肩を抜いて当たらないように、この練習をしてれば終わって、こういう抜く練習ですね。ここにあって、これをで、ゆっくりやるといいです。もうゆっくり、このここの、これをとにかく引く指導。決して肩なんて別に上がんなくてもいいんで、肩が抜けなくてもいいです。こっち別に、ただ指導を、ダーツを投げるためのきっかけを、これを引くことによって投げ始めるということですね。それが大事なんで、距離感を感じないために、これで練習を。あ、ただこれは自宅でやってください。お店とか満喫とかでやらないように、いい迷惑なんで、隣の人がこんなところでずっとこうやったら気持ち悪いんで、あとボードも傷んじゃうんでね、ソフトはこんな近くでこんなやったって刺さないし、傷むだけなんで、必ず自宅で、ハードボードを置いたりして、カーテンでもいいです。カーテンに向かって、
やってもいいんで、とにかく、当たっちゃうような距離で当たらないように肩を抜く、伸ばさ、こう伸ばさないで抜くっていう、こういう抜くっていうことですね。ホームライン距離がこれでこう肩を抜く練習です。これを抜く抜くっていう、当たっちゃったよ